はい、こんにちは、じんぞうです。今日はね、超転生ブリトラ使ってこう。いや、めちゃめちゃかっこいい、この闇のオーラ。この、なんていうの？もう中二心をくすぐる感じのこの見た目。めちゃめちゃかっこいい。俺は大好き、この見た目。で、なんかね、イラストレーターさんの誕生日でお記念して、なんかイラ、あの、強化されたんですよ。このブリトラと、これ、インドラ。強化されまして、まあ、インドラはね、正直、相方がそんな少ないかなっていう感じがしたんで、まあ、ブリトラ使っていこう。で、一応組んだんですけどね 一応組んだんですけど、パーティー。で、ブリトラちゃんね、まあ結構優秀で、バインド持ってないんですけど、まあ小学生でもつけれるけど、まあ、スキルマじゃないのはごめんなさい。スキルマじゃない。まあ、6ターンで打てるエンハンスとかあるし、で、スキルマじゃなかったんですけど、スキルマはP が足りなくてちょっとできなかった。で、リーダースキル、ドラゴンと悪魔タイプの HP と攻撃力が2.8倍毒ダメージ無効。闇を6個以上繋げて消すと攻撃力6倍3コンボ加算。まあ、すごいね。2.8倍、HP2.8 倍もあって。で、3コンボ加算。闇6個繋げて消したら3コンボ加算できるんで、まあ、結構ね、相方が結構多数いるっていう感じで。で、今日はこのイナと組み合わせていこう。で、俺さ、思ったんだけど、行くダンジョンはね、天気の絵画っていう、ちょっとまあ、あれなんですけど、アレなダンジョンなんですけど、ちょっと待って、吸収がねえわ。吸収。誰がいいかな？こいつ吸収なん？属性吸収。スキル上げたくねえ、こいつ。まじ、あれだよね、ダメージ吸収いるよね。ネレでいいか。で、今日はね、この極限の闘技場の天気の会がやっていくんだけど、まあ、なんか、まあ俺は結構ね、なんつうの、ガチガチに攻略していくんじゃなくて、まあ結構楽しんで普通に使っていくって感じなんで、エンジョイぜ。エンジョイ兄ちゃん。エンジョイ実況者なんで、ちょっとごめんなさい。で、バインドつけました。で、レッツです。で、ドロキョです。で、バインドです。ドロキョです。レッツとドロキョです。やってこう。OK、よろしく。さあ、よろしくお願いします。よ、ルドラじゃん。よっせ、よっせ、よっせ。名前いいね。名前がもうすげえかっこいい。オレンジレンジみたい。で、そう、今かな？今やってるんですけど、今やってるテレビ番組あるんですけど、その音楽番組で、ザ・ミュージック・デイって、ザ・ミュージック・デイっていうさ、音楽番組、もう結構、だいぶ長い時間にやってる、長い時間やってる番組、テレビ番組あるんですけど、で、本当に今じゃねえか、本当に5時台とか、夕方5時台に、桜坂46が出てたんですよ。で、それずっと見てましたっていう それずっと見てたんですけど、いや、なんだこのパーティー、なんかみんなすごいね、パーティーが。で、桜坂見てて、俺ね、結構ね、動画で結構言うんですけど、生粋のね、坂道オタクっていうか まあ、基本的には、日向坂46がすごい一番好きっていうか、お日様なんですけど、お日様っていう、まあ、ファンの総称、お日様なんですけど、まあ、これこう言って、待って、ずれんな。いや、操作時間マジで足りねえ。うんこ。で、桜坂46出てまして、で、なんかね、花の、なんていうの？植物園じゃねえけどさ、なんか花がいっぱい飾ってある、会場じゃないか、なんだろうね。説明が下手くそなんですけど、なんかいっぱい花が飾ってあるところで、まあ、新曲、まあ、披露してらっしゃってて、で、めちゃめちゃかっこいいね。本当に華やか。その名の通り本当に華やかなんですけど、いいなと思って。俺桜坂入りてえなと思って 桜坂入りてえわと思って。まあ、男なんで無理なんですけど、で、グル君。グル君。グル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 。グルコサ君。で、夜の7時かな？夜7時ぐらいに、確か、日向坂出るんですよ。で、なんで、この動画は早く終わらせたい 正直。吸収か、これ。
どうしよう。まあ、とりあえず、回復しなくてもいいか。回復しなくてもいいか。なんか、適当に消しとくか。火残してあげよう。優しさね、優しさ。で、やっぱりその、俺、めちゃめちゃ大好きで、日向坂。で、推しはね、ちょ、めちゃめちゃ本当に、オタクトークで、本当に気持ち悪いかもしれないけど、あ、ニブちゃんっていうさ、知ってます？ニブちゃん。ニブちゃんが推しなんですよ。ニブちゃん推しなんですよ。もう本当に昔からっていうか、もうだいぶ何年前からもニブちゃん推してるんですけど、ね、それめっちゃ楽しみだし、何こいつ、ルドラ強いね、リーダースキル。グル君さ、これ、あ、吸収切れたね、いいね。さあ、行きまして。いや、結構俺思ったんですけどさ、雑談すんのってむずいなと思った。むずいと思ったわ。なんかすげえさ、なんていうの、俺ね、違う他の動画でさ、ゴトパズっていう、まあ、ゴトパズっていうさ、五等分の花嫁の、これパチャパ、パズルするわ。あかんだ、ダメだ。ちょっと待って。パズルがゴミすぎてごめんなさい。操作時間が本当にごめんなさい。言い訳なんですけど。で、ゴトパズの実況もしてるんですよ。五等分の花嫁のパズルのゲーム、パズルゲームの、あるんですけど、それさ、そのゲームさ、まあ、結構さ、その雑談とかもないじゃん。なんか、なんて言うんだろう。その、結構さ、セリフを読んで、その、キャラクターのセリフを読んで、なんかいろいろ言っていくみたいな、ベラベラ喋るみたいなさ、ことができるんですけど、なんかパズドラってさ、喋ることなくない？喋ることなくない？パズドラってなんか、ちょっと思ったんですけど、それ思ったんですけど、なんかありません？そういうの。なんか実況者さん、なんか実況者さん向けに言ってるんですけど、なんかそういうのありません？どうでしょうね？なんか、すげえ、俺があれなのかな？すごい目標が高いのかな？目標が高いっていうかさ、ほんとにこういう実況をしなきゃいけないっていう、なんかすげえ固定観念的な、なんかあるのかもしんないね、俺。もっとフリーに気楽にやっていけばいいのかなっていう感じするわ、でも。で、これバレディターン使いましょう。で、欠損してるから、あー、これ上のスキル溜まった。これも打っちゃおう、じゃあ。で、操作時間がね、マジで足りない。おい、OK。で、行きまして、いいよ。これ3倍円波だから。いいね。強え。で、8回。こいつ名前なんだっけ？アルマデル。いやー、アルマデル。で、こいつ強えな、ルドラ。ルドラのリーダースキルなんだ？おー、え？こいつマジ強くない？あ、なんか俺、あれだわ。自分の動画でもなんか触れたわ、なんか。こいつがめっちゃ強え、みたいな。言ってた気がする。結局ね、俺は、ガンホーコラボはね、全く引かなかった。ガンホーコラボね、全く引かなくて、で、今、ちょっと後悔してるかな。ちょっとね、後悔してる。このベリアルとかさ、マジで強くない？これ。めちゃくちゃ強いじゃん、こいつ。なんだけどさ、ちょっとね、引かなかったんですよ、ベリアルとか。まあちょっと1点狙い厳しいかなと思って、交換もなんかあんまり弾がなかったし、ちょっとね、引かなかったんですよ。で、それ後悔してるかな。結構ね、まあサブにめっちゃ入ってくるんですよ、これ。この子。いろんなサブにめっちゃ入ってきて、本当に優秀なんで、いいなと思って。ガールダダインじゃん。こいつチャレ級で、なんかすげえ、猛威振るってるっていうか、チャレ級でめっちゃ見るけどな。進化後だったっけ。チャレ級でめっちゃ見る。もう最低。で、これどうしたらいいんだ。あ、パス。ごめんなさい。ありがとう。ああ、よく、ありがとう。ありがとう。めっちゃ気づかせてくれた。ありがとう。このまま俺、バカだからさ、俺、このままパズルしてたかもしんない。で、パズルしても、やられましたー、ティーン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 って、もうなんかめっちゃ、悲しい感じになったかもしんない。あー、ナイス。マジでナイス、この人。ありがとう。いや、感謝のナイス押しとくか。うわー、帰ってくるの嬉しいね。
なんか何かしらリアクションを起こして帰ってくるのが嬉しいね。てかさ、俺さ、まあ、結構ね、視聴者さんもまあまあ増えてきたのかな。ちょっと、まあ、自分で言うのもちょっと、自分で言うの恥ずかしいんですけど、まあ、結構ね、チャンネル登録者数さんとかでもね、あれ、まあまあ、まあまあまあ、増えてきたというか、まあ結構ね、まあ、動画投稿、初投稿ぐらいの初期ぐらいからは、だいぶ増えてきたなっていう感じして、本当にありがたいですっていう、ありがたいんですけど、この3人マルチ俺ね、よく奈良で行くんですけど、待って、属性吸収、まあ、とりあえずパズルするわ。とりあえずパズルします。火を残すか。そう、なんかね、ありがたいことに、まあ、結構増えてきたんですよ。で、ナイス、ナイス、ナイス。で、まあ、そう、奈良で行った時にさ、なんか、俺名前、純蔵に、いつも名前は変えなくて、全く、純蔵にしてるんだけど、純蔵丸にしてるんだけど、ん？あ、丸にしてるんだけど、本当に、なんか俺の視聴者さんってさ、いんのかなっていう。なんか、なんか、例えばさ、あ、純蔵いるじゃんみたいなさ、なんのか、なることあんのかな。いや、結構うぬぼれてるかもしれない、俺は。うぬぼれ純蔵かもしれないけど、あんのかな、なんかそういうの。まだ言うてでもさ、あれか、340人ぐらいかな今、確かね、チャンネル登録者数さんが、シャスーさんっておかしいな。シャスーさんが、まあ、340人ぐらいいるんですけど、視聴者さんとかたま、いるんかな？なんか、純蔵見かけました的な、あんのかな？ちょっとわかんない。自意識過剰が過ぎるかもしんないけど、結構あったりすんのかな？これ。そこ気になっちゃうんですよ。で、まあ、普通に行くか。稲使って、列。渾身の一列行こう。ドーン。オッケー。いや、落ち込ん入った。で、オッケー、ありがとう。あ、いいね。みんな優しいわ。優しい優しい。で、まあ、どうでしょう。そういう話。今日はね、そういう話なんですけど、今日はね、まあ、ブリドラ使ったんですけど、まあ、どうでしょうね。使われんのかな？わかんねえな。使われんのかな？使われんのかな？使われます。